情報センターによりますと、この時間東名上りは大和トンネルで21キロ、中央道上り小仏トンネルで7キロ、調布で15キロ。15キロと岩槻で8キロ、外環道の内回りは川口西で6キロ、千葉の京葉道上り花輪で6キロの渋滞です。首都高で特に混んでいるのは3号線の上り谷町を先頭に渋谷まで、下りは三軒茶屋で5キロ、4号下り永福を先頭に都心環状線内回りの京橋、6号下り箱崎を先頭に都心環状線外回りの竹橋まで、三郷線上りは加平を先頭に常磐道の三郷までの渋滞となっています。お伝えします。